よいしょっと。あ、縄抜けか。どうやるんだ。うん、ちょっとしたコツがあるんだ。指の関節を外せば誰でもできるよ。いや、それコツとか器用とかいう次元じゃない。すぐに解くからちょっと待ってて。ありがとうございます。おい姉ちゃん、こっちも頼む。あれ、そっちは解く必要なんてないんじゃないかな。何のことだい？演技としてはなかなかだと思うけど、いろいろと違和感があったかな。例えば、あの女の人が助けを求めに近寄ってきたとき、みんながそれほど警戒してなかったこととか。あなたほどの男が警戒してないなんてありえないかな。これはまだ買いかぶってくれたもんだ。それに彼女の話を鵜呑みにしたのもらしくないかな。ね、不自然なことならまだあるかな。囲まれた時に取り乱したのはルルティエとマロロだけで、他のみんなが慌てた様子がなかったから。ここまで重なるといくらなんでも不自然かな。クオンがやけに落ち着いていたのはそういうことか。一つ二つの違和感ならともかく、それがいくつも重なれば必然ということだね。やれやれ高三だ。本当おっかねえ姉ちゃんだ。説明してもらえるよね。ことでおじゃるか。なあ、ちょっと待ってくれ。守備はどうだい、お二人さん。ん？こいつらいつの間に。よし、これで準備は整ったか。で、種明かしなんだが、まずな、出発前に言った賊に襲われることはないって話、あれは嘘だ。おい、実は最近ここら一帯であいつら賊による被害が頻発しててな。この九十里でも何度か捕らえようと動いたんだが、うまくいかなかったらしい。どうやら連中目白を点々としているらしくてな、なかなか尻尾がつかめねえってことだ。そうこうしているうちに被害は増える一方、賊どもの規模も大きくなってきてな、このままではまずいってことで、奴らを討伐するのに協力してほしいと頼まれたわけさ。下手に知らない方がいいだろうってことで、お姫様には知らせてやせんでしたからね。いえ、そうだったのですか。ウコンだな、マロも聞いてないでおじゃるよ。どういうことでおじゃるか。いや、そいつはだな、マロロは腹毛が苦手だろう。そのことで向こうにバレたらまずいってことでな。そうでおじゃるか。いや、みんなで話し合って決めたんだ。俺が独断で決めたわけじゃなあ、おめえら。っておい、おめえらこっち見ろ。マロロはまあ分からなくもないか。ってことは
まさか賊に襲われたのは。ヒン、おめえさんさりげなくひでえな。ああ、わざとだ。拠点を突き止めるには小鳥でおびき出すのが手っ取り早かったんだな。ちょっと待て、それは分かったが、もしさらわれたり暴行を加えられたらどうするつもりだったんだ。運よく何もなかったからいいようなものの、あいつらの会話からして十分にその可能性はあったんだろう。それはあったな。そういうこと。向こう側に内通者というより、こちら側の人物がいたんだね。道理でいろいろとおかしいと思ったかな。そんなわけだ。これから待機していた討伐衆と合流の後、奴らの拠点に襲撃をかける。他にも質問や言いたいことが山ほどあるだろうが、後にしてくれ。今は少しの時間も惜しいんだ。いやいやいや、ちょっと待て。何をさらりととんでもないこと言ってるんだ。荷物の護衛は引き受けたが、襲撃を仕掛けるとかはないだろう。さすがに勘弁だぞ。おい。ああ、分かってるって。こっちもそこまで世話になるつもりはねえさ。その代わりと言っちゃなんだが、あんちゃんたちには頼みてえことがあるんだ。始まったか。音の大きさから察して戦いはかなりの規模みたいだな。あんなものに巻き込まれていたら命がいくつあっても足りん。ハク様。わっ。お、いや、なんでもない。このでかい鳥にはなれないな。それで何か？はい、本当にごめんなさい。こんなこと。ああ、ここに残ってルルティエを守ることになったことか。いや、別に気にしなくてもいいさ。あの合戦に駆り出されなくて済むんだ。こっちの方が断然マシというものだ。しかもウコン直々の頼みだからな。気兼ねすることなくこうして高みの見物でいられる。ルルティエの方こそ怖かっただろうに、大丈夫なのか。山賊たちにはウコンの手の者が混じっていたとはいえ、万が一ということもあった。大丈夫です。クオン様がいてくれましたし、もちろん白様も。そう言ってくれるのは嬉しいが、自分がいたところで何ができたかは怪しいもんだ。立派だな、ルルティエは。さすがはお姫様ってとこか。そんなお姫様なんて、私は。はて、そんな恥ずかしいこと言ったか。しかしまあ、結果的にはウコンたちについてきてよかったかもしれないな。こんな大変な目に遭ったのに。うん、もしウコンたちに同行しないで
クオンと二人で旅をしていたとしてもやはりこの道は通ったはずだ。そしたらあの山賊たちに襲われていたかもしれん。そうなった時、今みたいに無事に切り抜けられたかどうかは分からんからな。いくら向こうにウコンの協力者がいるとはいえ、関係ない旅人まで助けてくれるとは限らん。山賊たちの信頼を得るためにあえてって可能性もないではない。だからウコンについてきたのは正解だった、そう思っただけだ。そうそう、その通りでおじゃるよ。なっ、マロたちと白殿は一蓮托生の中でおじゃるよ。マロロ、お前なんでここにいる？ウコンたちと一緒に行ったんじゃ。何を言うでおじゃる、白殿を残していくのが心配でウコン殿に頼んでここに残してもらったでおじゃるよ。そうか、確かにマロロの呪術は頼りになる。一緒にいてくれるのは心強い、心強いはずなのだが、素直に喜べないのはなぜだ。しかしあの時は心臓が止まるかと思ったでおじゃるよ。そういえばこいつ真っ青になってガタガタ震えていたな。いや実際青くなっていたかどうかは化粧でわからないが、これで本当に役立つのか。少しだけでもいいからマロにもこのことを話してほしかったでおじゃる。なんだか仕方ないかな。こういうのは相手に感づかれたらそこでおしまいだから。まあそういうことだな。とにかくここで待機してウコンたちが帰ってくるのを待つだけだ。うん、好みだからってホイホイ信じちまうから。うるせえな、仕方ねえだろ。お前らおめえらだって見たろ、あの父、あれは反則じゃ。そりゃ確かに、そこは同意せざるを得ないだが残念だってじゃ。あの父娘、こんなとこに隠し通路があるとは夢にも思わねえだろよ。とりあえず今はどうにか逃げ切って、後でこの礼はたっぷりさせてもらうぜ、あの父に。ああ、しまえばいい話じゃねえの。しかもこいつはとんだ土産ができたぞ。飛んで気に入るなんとやらじゃ。ウヘヘヘヘ、たっぷり可愛がってやんや。よし、攻めるな。女を取り押さえろ。男は袋にしまえ。ルーキー、下がれ。
何言ってる、ルルティエを置いてけるわけないだろうが。違うんです。ん、お願いです、そこの方たち逃げてください。あ、何言ってんの。この子、この子普段おとなしいですけど、怒るととっても凶暴になるんです。だから、そんな脅し通用するとでも。これだ。
どうだ。ジェンタマ。守ります。無茶しすぎないでね。壮絶なことになってますね。誰だ。お前はさっきの。先ほどは失礼しました。ああすることになっておりましたので申し訳なく思いましたが、ご了承のほど。じゃあお前たちが。てめえ奥義、こいつらとつるんでるってことはやっぱり裏切りやがったか。元より仲間などではありませんでしたから、裏切ったなどと言われるのは心外ですね。同じ盗賊を朝廷に売りやがったんだ。裏切り以外何があるってんだよ。同じ貧しいものから奪わず犯さず殺さずが我々の流儀です。力のない者を襲い、戯れにもてあそび、命を奪うあなた方畜生と一緒にされるのは、はなはだ不愉快。綺麗事を抜かしやがって。結局盗みに変わりはねえんだろうがよ。まあ、あなた方と問答するつもりはありませんので、どう思うかご自由にどうぞ。どうせ、すぐに何も言えなくなりますので。まさかおめえ冗談はよすじゃ。汚い手で姉上に触り、姉上の志への罵詈雑言、最後に言い残すことはありますか。ふざけるな。死んでて余るかよ。今さら無駄ですのに。先の見えないものは哀れですね。
なかったぞ。今何をした？ご安心を姫君、峰内です。切り伏せるその価値もありませんので。以上、依頼の遂行とさせていただきます。オシトル殿。感謝する。ノスリ殿にも力添え感謝いたすと伝えてもらいたい。はい、お預かりしていた荷物は指定の場所に運んでありますので、お受け取りを。確かに受けたもの。それと姉上からの伝言ですが。お聞かせいただこう。奴らの行いが許せるものでなかったゆえ、今回は共闘したまで。慣れ合いはせん。ノスリ殿らしい言葉だ。では僕はこれにて。ご縁がありましたらいずれまた。もしかしてあの仮面の方のことかな。はい、あのお方、ヤマトの双璧と歌われる向こう家大将オシトル様です。そっか、あの人が。そなたたちが賊どもの首領を取り押さえてくれたか。ああ、いや、おかげで助かった。こたびの策、狩猟を逃がすことはまさに失敗と同義であったからな。このとおり感謝する。ああ、このような場所ではシャイも満足に伝えられぬ。そなたたちの功については後ほど正式に表彰し、報奨をもって報い、ルルティエ殿。はい。不従利王からの請願はこれにて遂行されたものとしてよろしいか。詳細はこの書簡にしたためておりますゆえ、オーロエはヨシナにお伝えいただきたく。それがしは別件があるゆえこれにて失礼いたす。護衛の者もすぐに戻るゆえ、安心して帝都までの旅を楽しまれよ。はい、お心遣い感謝します。では処刑処置の良き旅路を祈って、全軍速やかに撤収せよ。またどこかでお会いすることもあろう。はっ！ヤマトの双璧、ウコンエ大将オシトルとサコンエ大将の私の名前は、あの感じ勝るとも劣れない。あんなのが他にも。まさかあれほどとは思わなかったかな。このクオンにそう言わせるのか。そこまでなのか。うん、それもあるけど、やっぱり世の中広いなってちょっと感慨深く思っただけかな。
大丈夫か？ひょっとしたら体の力が抜けてしまって。あんなことがあったんだ。無理ないか。怖かっただろうが、もう大丈夫だ。あの人物がただ者じゃないってのは分かったが、ルルティエだってお姫様なんだろ。そんなに緊張するものなのか。そんな私なんて。オシトル殿は若くして無冠の身から功を立て、ヤマトの総督と呼ばれる右近衛大将まで上り詰めた方でおじゃるからな。異例の速さで高位に上られながら、物の不であることにおごらず、孔明盛大、旅にも絶大な人気なのでおじゃ。何よりも帝からの信頼も厚いお方なのでおじゃるよ。ルルティエ様が緊張するのも無理ないでおじゃるよ。心ない者は成り上がり者と陰口を叩いたりするでおじゃるが。そりゃまた絵に描いたような英雄像だな。その通りでおじゃるよ。マロも鼻高々でおじゃる。なんでマロどの鼻が高いんだ。おじゃ、それはその同じ国のロックをはむ者としてということでおじゃるからして。よくわからんが、そんなもんか。そういえばウコンはまだ戻って。お、呼んだか。随分とゆっくりのご帰還だな。こっちは大変だったんだぞ。悪い悪い、奪われた2の回収に少々手間取っちまってな。なんせこいつを無事に運ぶのも大切なお役目だからよ。それでウコン殿、討伐はどうだったでおじゃ。どう、手引きが完璧であっさり奇襲が成功したもんだからな。あっけなく片付いちまったよ。多少怪我人は出たが、みんな無事だ。それより聞いたぜ、こっちは敵の親玉を取ったって言うじゃねえか。にょほほ、聞いたでおじゃるか。白殿の勇姿見せたかったでおじゃるよ。いや、自分は身を守ってただけだしな。何言ってやがる。姫様の護衛で待機してると思ったら、おいしいところ持ってきやがって。まさか待ち伏せして一網打尽とは恐れ入ったぜ。いや待て、こっちはただ偶然いただけで巻き込まれただけだ。おいおい、あんまり謙遜しすぎると嫌味になるぜ。たまたまだってのに、運が良かったのか悪かったのか。それよりお姫さんを危険な目に遭わせて悪かった。いくらなんでもあれは想定外だ。なあ、いいんじゃねえの、無事だったんだからよ。それに姫様にはいい経験と箔付けになったと思うぜ。いいのかそれで。お姫様が経験することじゃないだろう。いや、姫様ってのはいざとなったら戦場へ出なきゃならん時がある。賊の退治は箔がついていいのさ。おかげに少しは自信をつけてくれりゃいいんだがよ。なんか言ったか。いや、なんでもね、独り言だ。それより賊の狩猟を抑えたんだ。きっと何らかの謝礼が出るはずだぜ。そういや、そんなようなことを言っていたな。なんせ大将組だ。何人かで分けても豪勢な酒盛りぐらいできるんじゃねえか。それはまことでおじゃるか。おう、期待してもいいと思うぜ。やったね。
でおじゃる。ついにマロにも運が向いてきたでおじゃるよ。ずいぶんなはしゃぎようじゃないか。恥ずかしながら手元不如意な生活をしてたでおじゃるから。でもこれで新しい筆やすずり、もしかしたらへそくりを合わせて書簡も変えるかもしれないでおじゃ。そう、楽しみにしてな。これはマロロ殿に一杯おごってもらわないとな。ちょ、バカ。あ、やば。ん？そんなぶしつけな話でもないだろう。どうしたでおじゃる？そのくらいは振る舞うでおじゃるよ。どうしたでおじゃるか。いや気持ちだけもらっとるぜ。そんな遠慮はしないでほしいでおじゃる。みんなで酒を飲み交わすでおじゃるよ。なんでおじゃるか、マロとは酒が飲めぬとでも。白殿は付き合ってくれるでおじゃるよな。まあ奢ってくれるのを断りはしないさ。しかも祝いの酒だからな。それより一体どうしてマロロの誘いを受けないんだ。気持ちよく受けた方がいいだろ。いや、マロロ殿の気持ちは嬉しいが、お家のために金を工面しているのを知っているので。せっかくですから自分のために作った方が良いのではと。それはそうでおじゃるが、せめて極上の酒を皆に一杯ずつぐらいなら大丈夫でおじゃ。それにまた金がいるだろう。うちんとこの親方が屋根を修繕するように言われてたらしいし。え、何の話でおじゃ。やっぱり知らなかったのか。ああ、確か織物を取り寄せたりもしてたよな。え、本当でおじゃるか。またいつもの。まさか嘘だと言ってほしいでおじゃる。そのなんだ、夢は覚めるものなんだぜ。また借金地獄でおじゃるか。すまねえな、気の毒すぎて言い出せなくてよ。この重苦しい雰囲気は勘弁だな。そう落ち込むな。代わりに自分が奢ってやるから。本当でおじゃるか。うん、友達だろ。なんかよくわからんが、あまりにも哀れで見てられ、このくらいはいいか。吐くってば、そんな切符のいいこと言っちゃって。でもいいか、ちゃんとハクが体を張って稼いだお金だから、友達のためにそうするのって嫌いじゃないかな。じゃあハクの小遣いから引いとくね。小遣い？ああ、そっか。うん、ハクのお金の管理は私がすることになるから、基本ハクは小遣い制だよ。いやちょっと待て、なんで小遣い。危なっかしくてお金はハクに任せておけないかな。なんでだか放っといたら考えなしに全部使っちゃいそうだから。そんなことは。今回だっておごるとか言うし、間違いないかな。さすがあんちゃん、言うことが違うぜ。みんなごちそうだ。ちょっと待て、おごるったってマロロにだけだぞ。みんなの前でおごると言っちゃったんだから、一人だけとかダメだよ。
だから心配なのに。今回は特別、仕方ないから足りない分は私が立て替えておくかな。お、帝都のいつものとこで豪遊だ。ごちになります。お前だからそんな勝手に。アフルルマロのためにそこまで。なぜ、どうしてこうなった。